グランシャリオ門別スプリントということでね、秘密結しフラグも総数8位でございます。今回は、まあ、門別のメイン競争重賞ですね。H2 グランシャリオ門別スプリントのね予想をしていきたいと思います。まあ門別のねダート1000メートルってことでね、去年もまあ、似たような感じでもあの予想してた気がするんですが、これやこんな感じでいきたいと思います。軸は1番のスマートアバロン。 まあ、JRA のオープンクラスから転入3戦目、前走交流重賞5着はそこそこ健闘ですが、まあ、やっぱね、あのー、2戦目っていうのは、一旦まあ2走ボケじゃないですけどね、地方転入2戦目っていうのは、少し落ち、まあ、パフォーマンスとしては、うんまあ、短距離を後ろから行って差し切れずということになってしまいましたが、まあ、今回ね、また前回みたいにペースについていけないということはなさそうですし、 まあ、そうすると、ね、持っている実力は違うと思います、まあ、そして去年の覇者5番の麻枠、えー、現在2番も人気順ですね、えー、と交流重賞7着でしたが、まあ、その前も成績安定してます3着3着3着ぐらいには来てるんでね、まあ、去年の覇者ですしそこから金量は増えましたがここでも問題はないと思います、まあ、そして8番グレートダージまあ短距離中心に使われてきたのボリ上まあ重賞ではまだ力不足のところもありますが まあそれでもね、ここはひもには入れておこうというぐらいにはね、今後期待が持てると思います。そして9番、ツーカイウイング。JRA のオープンか準オープンから転入初戦ですね、大敗続きではあったんですけどね、まあ、それでも JRA、準オープンまで上った3勝したっていう実力はね、馬鹿にならないと思います、ここでは上位というふうに見ております。まあ、そして10番日東スバル 北海道スプリントでは2年連続4着、去年も今年もまもそういった形で、ね、北海道スプリント最先着ということで人気はし,しております。ただね、去年これと同じ量手でここを6着負けていることを考えると、まあ、やっぱこの人気順になってしまうのかなっていう感じでね、まあ、ちょっと今後に期待、あの少しね、あの微妙なところにはなります。まあ、そんなわけでね、こういった形で、えー、とやっていきますので。 ち,あのちょっとバタバタしてたんで、当日に今日の分の重賞はなってしまいましたが、帝王賞はね今日中にあげるんで、よろしくお願いいたします。以上ハッチでした